津市長の前場康之です。高潔さん、今回は津市が誇る文化人河北半兵衛氏をご紹介したいと思います。半兵衛氏は25歳で百五銀行取締役に就任し、津市議会議員、三重県議会議員も務め、経済政治分野で活躍をいたしました。同時に文化人でもあり、近代陶芸の父とも称される芸術家であります。ぜひ河北半兵衛氏と、そしてその作品の魅力をレポートしてください。前橋市長、ありがとうございます。津が生んだ河北半兵衛氏、どのような形でお届けしようかといろいろ考えておりましたが、やはり来るのはここかなと、積水博物館にやってまいりました。ここから河北半兵衛氏の魅力、しっかり調査してお届けしていきたいと思います。積水博物館と申します。河北半兵衛氏が昭和5年に、文化財団として設立しました、財団法人積水会館をベースとしている博物館でして、いつも陶芸家として知られるようになった河北半兵衛氏の作品と、それと、半兵衛氏の家河北家に伝来した美術品や、古文書などを、ご覧いただける、博物館です。積水博物館が建っておりますこの、場所は千歳山といいまして、5万2000平米、の敷地がございます。もともと河北家のお屋敷だった場所でございます。河北半兵衛氏といえば陶芸家というイメージが定着しているかと思いますけれども、趣味に生きた人です。茶の湯ですとか写真ですとか、あとは、俳句ですとか、いろんな趣味を持っていた中で、陶芸にはまりまして、陶芸家として一番有名になった人ですね。その作風はとてもおおらかで、豪放磊落というふうに形容されております。半兵衛氏という号も禅の師から、いただいた言葉をヒントにして、半兵衛という言葉が禅にあるんですけれども、半兵衛には半ばなずみて半ばなずまずという意味があります。泥という字にはなずむという読みがありますね。で、なずむという言葉には、泥んこになるということ意味もあるんですけれども、何かに没頭するという意味もありまして、例えば半兵衛氏の場合、陶芸に没頭することは悪いことではない、趣味に没頭することでは決して悪いことではないけれども、それを、客観的に、自分自身を見つめられる、人であってほしいというような禅の師の願いもこもっているようです。こちらは半兵衛氏の代表作の一つで、欲袋という名を半兵衛氏がつけております。伊賀焼きのお水差しでして、津の藩主の藤堂家にですね、破れ袋という今重要文化財になっております小伊賀の水差しの名品がございまして、伊賀焼きっていうのはもともとその割れとか歪みとかそういうものも景色の一部にする力強い焼き物なんですけれども、そういったこう小伊賀の風格も映している作品でして、こう欲が張りすぎてお腹が破れてしまったというところもありまして、
本家の破れ袋の名からインスピレーションを受けて欲袋という名をつけております。こちらは、オラガアキという名を判定士がつけているお茶碗です。死ののお茶碗ということになっておりますけれども、このお茶碗の中には、いろんな焼き物の、エッセンスが混在している、技法が混在している、素人の判定士ならではの、お茶碗作品です。でも比較的こうやりたいものをふんだんに詰め込んで作り上げた、そんな感じなんですか？そうですね、本当にやりたい放題でできたお茶碗、実験的だったのかもしれないですけれども、でもこれは判定士の、自由な作風が現れた、代表的なお茶碗の一つですね。もともと川北家というのは江戸に営業拠点を持っておりました伊勢商人の豪商のお家でございました。で、判定士はその16代目の当主でもありました。とにかく判定士は伊勢商人の家に生まれたということをすごく誇りに思っていたんですね。先祖が残したものを研究して地元に文化財を伝えて、そして次の世代へ伝えていけるような段取りをしていた、つまりこの積水会館、積水博物館の元を作っていったというのも彼の一つの地域貢献事業だったと思います。特に子どもたちをターゲットにしてたと思うんですけれども、とにかくこの地方の中核都市にですねの子どもたちに本物を見せたいっていう、本物に触れさせたいっていう意識がすごくあったような気がします。判定士はすでにグローバルな感覚っていうのものを身につけていて、やはり未来を見据えてですね、これからはもう少し子どもたちにも外の世界を見せてあげたいという意識があったように思います。川北判定士のさまざまな足跡を知ることができました。こと芸術について言いましたら、この既存にある枠にはまらない、コンセプトを違ったものを持ってきて新しいものをクリエイトするという部分が判定士の中にあるのかなと。自分のために作るものだからこそどんな形でもいいんじゃないか、そういった自由な発想が新しい芸術という部分を作っていたのかなというふうに感じます。私自身も自由な発想でより良い番組作りできたらなと思います。前橋市長、お返しします。高潔さん、ありがとうございました。積水博物館に並ぶ作品の数々魅力的ですよね。作品の中に謝礼や遊び心を織り込んだ判定士の作品には今なお新しさを感じます。皆さんもぜひ積水博物館に足を運び、判定士の魅力に触れてみてください。津市長、前場康之でした。